あんた聞いてるの？はいはい、聞いとるが。確かに、確かに。あんたんとこの子はみんな可愛いけどね。でもうちだって全然負けてないから。名流シトラーの美男美女を集めまくってんだから。勝負する？ロキー、勝負したっていいわよ。うちの子たちの方がずえっかわいいもの。ああ、すっかり酔いさめたわ。なんでそっちが酔っ払っとんねん。ちょっと聞いてんの、ロキー。じゃあうっさい、耳元ででっかい声出すな。ちゃんと聞いとるっちゅうねん。そうか、ごめん、聞こえてないかと思って。で、確かにあんたの子は可愛いけど、うちの子たちだってね。何回同じ話ループさすね。誰か助けろや。まさかこんな展開になるとはな。あのロキが悪酔いっぷりで押されてるぞ。アフロディーテってあんな酒癖悪かったっけ？彼女なりに背負ってるものもあっただろう。いろいろ片付いて肩の荷が下りたんじゃないか？特にうちのハルモニアはね、もうね、ほんとすっごいんだから。あの子はすっごいのよ。ああ、歌姫な。確かにあれはぶったまげたわ。でしょ、あの歌感動したでしょ。あれうちの子なんだから、私が見つけたのよ。才能の塊なんだから。あんな子他にいないでしょ。ちょい待てや、それはうちのアイズタンの前でも言えるんか？才能って意味でも可愛さって意味でも負けへんで。うちのアイズタンこそ史上最強最高最可は眷属やで。にゃーにゃー、うちのハルモニアだって負けないんだから。確かにアイジュブアレンシュタダダインはすごい子よ。言葉しゃべってもらえるか？でもうちのハルモニアだってすごいんだから。あんないい子他に絶対いない。ここにいたのね、オケ女神。あれ、歌姫くんじゃないか。どうしたんだい？うちの主審が帰ってこないから探しに来たの。って、うわ、酒くさ、何してんの。何って、打ち上げよ。ちゃんとそう伝えといたでしょ。深夜まで飲んでくるなんて聞いてないわよ。っていうか、ろれつ回ってなさすぎ、ベロベロじゃない。他の神様の前でまでだらしない姿見せないでよね。はあ、何よその言い方は。私が普段からこんなんみたいじゃない。普段からそんなんでしょ、このアホ女神。ああ、ダメ、酔い覚めた。生意気なおバカのせいで酔い覚めた。どうしてくれんのよ。ハルモニアタン、このままダメ髪持ち帰ってもらっていいか？面倒くさいけどやるわ。迷惑かけたわね。無視すんな。眷属の前では手記さえ振り払って格好をつけようとする主神の鏡だね。その精神力は称賛しておく。もうちょっと素直になればいいのに。ハルモニア聞いてるの？ちょっと
私がこっち向けと言ってるのよ。こっち向け、おらー。